さあお寺ニュー VS 新従来地の組み合わせ続いて行っていきましょう。さあでは、続いての組み合わせお寺ニュー VS 新従来地、まず第一ラウンドを奪っていっているのはお寺さん。さあ再びターンを握っていく空中出しからジャンプは許さない。うぅ、前が漏れたかなんかですが、よく拾いました。さあ謎のコメント、チロルちゃん本当にありがとうと来ているが誰なんでしょう。あっさあ林チェックが、いやー連チャンから放った棒が戻ってくる。さて国士決めて取り返し1-1。うまい、ジャンプ C がベンチャンを止める。え、チームメイトが負けて喜んでるのなかなかおらんぞ。いや、うまいですね、これジャンプシーンの使い方、非常にうまいですね。なかなか第一戦、ジャンプシーンこんなに使ってる EA のプレイヤーがいなかったような印象があるんですが、レガシーからスカシゲダンと見せかけたカウンターサルトを警戒していく。レガシー、神石の絵は向こうにある、めちゃくちゃかっこいい。バストは許されない。さあまず第1試合目勝っていくのはお寺さん。さあお寺さんもね、最近というか、まあちょくちょくスポランに遊びに来てくださっておりますが、ありがてえ。
さあ開幕は遅らせ後転連チャン避けて主婦は耐えているが着地に下段。しゃがみは打ち消し合ってしゃがみDからタッチうおこれはラビットキャンセル使ってつないでいく、いやかなり減りますね下段タック。さあ第1ラウンド奪い反撃していく新次郎一。今日はね、マブカフさんとゴンも来てくれてるんで非常にありがたいんですけど、え、マブシとゴンでやるんですか？さすがに。さあ、うまくエリアルつないで、いや、ニューのエリアルマジむずそうなんだけどな、よくつなげるよな、本当に。立ちにが当たらないように低空5回砲。寝っぱなし狩り。へえ。あ、それから沖縄行けるんだ。前 A が当たる。空中投げ。どうして。完走できるか。新郎と。第1じゃない第2セットですね。第2セット奪い返し、これで 1-1。 さあ続いて3試合目どうなっていくんでしょうか。立ち B から寝っぱなし狩り。しゃがみ D で捕まえて、おお投げ嘘だろバースを使ってダメージを取らせないがルミナス、まあ、おそらく全キャラクターに言えることだと思うんですが、まあ、ルミナスがどこまで機能するかというのが非常に大事になってくるんですかね。後転はしゃがみ回しで勝って中段は届かない。うまい。さあ真珠さんが端を手に入れる。前 A から1B ラビットキャンセル。第1ラウンド奪い2セット目を取りに行きたいところ。中段すかしてすかし下段に串がする。後ろ D はガードするが、さあライチのジャンプの高さが
ビューのドライブをいい具合に避けてますね。さあレガシーが残っているのでもう解放当たったが逆に切り出せる。おお、なんだそれ、素晴らしい対策。その場起き上がりから棒取り付きで攻めを避けていったが下段ダック、レガシーにつながる。おお、倒しきれる。これで 1-1。 さあ2試合目取っていき、お互いに2セット目取っていきたいでしょうが、クシ投げ置いている。うまい、引きずり下ろしからテイク出したく刺さって後ろに崩す。バーストを失ってしまったもののナイス。レガシー重ねて下段タクを与えている。立ち見から投げガードしている、あと抜けている。その場起き上がりは許せないが戻る。レンチャンがある、レンチャンじゃないカンチャン。まあ今匂ってはいたんですがなかなか正面にいるのに後ろにガードは入れられない。さあこれで1対2、現在新次さんが1試合リードしています。開幕後ろに少し歩いて立ち見透かして捕まえていく。相手の飛びを誘っていくが地上で耐える。シングル1、いやーしゃがみ B がかなりうまいですね、振り方が。いやー下段が飛んでくるが、うわうまい、レンチャンを潜ってテイク出しからカウンターアサルトを避けたんですがいい方向には転ばず、カウンターアサルトをとことん警戒して最後の最後にめくりカンちゃん。ジャンプ C で追い払いながら、これバスト、うまい、レンチャン、まあシャイマシナとねレンチャンとか1通ぐらいしかやることがないと思うんですけど、あそこで1通は多分打てないポイントでしょうね。よくガードしてないな、裏バスンラビットキャンセル使ったのでルミナスから攻め継続、しっかりとファジージャンプ逃げている。クー投げ、いやーテイクラッシュが当たらないが今1人ルイちゃん、いやダッシュを通す素晴らしい。さあこれで取り返し 1-1。 いやダッシュの投手はこれは非常にうまいですね。
さあこのアクトパレシャーは止めて攻めとは行かせない。今はオーバードライブカラミティ、へえ、そういうやつなんだ。チロル鉄、オッケーです。さあこれで2対2となります。タチリーが下を開放を貫いて、いやーテイクダウンしたくはしゃがみ B 暴れが、しゃがみ A か、しゃがみ A 暴れが透かしていた。今度は低めのテイク、空中ダッシュ。さあ今日は言葉が出てきませんね。マイディで止めて、いや今のは素晴らしいですね。しゃがみ B とマイディの今のところの判断難しかったと思うんですが、めくりまだ残りますよね。あれ死んだ、いやまだ残るわ。後ろにラビットキャンセルから、さあまず再び第1ラウンド奪っていくのは真珠さん。ガード硬いぞ、割り込んで、いやこれすごいな。もう開放からつなげれる、これバスト、リュイソはギリギリ当たらず、シックル追い払ってエリアレート。対空ずらしも使いながら空内抜けている、素晴らしい。へえ、いや今ジャンプしたりから体力を徐々に奪っていく。うわこっちに飛ばしてくる、空投げ通す、オーバードライブ完走できれば足りるでしょう。オーディチンロータ、さあこれで2対3、再び新人さんがリーチ、あリーチじゃないリードで、さっきからね言葉がおかしい、頭が回ってない気がする。しゃがみ A をしゃがみ B って言っちゃいますよ。さっきセンチャーの時もリーチを リードをリーチって言っちゃったんだ。何がさあお互いにかなり対策、人対策もできているのもあってフルセットにほぼの試合がなっておりますが、空中ダッシュに逃げていくが捕まえる、
これは残らないかな。須田一郎に奪っていく新十来地、さ流れが止まらないか。うまい、いや連チャンの対応素晴らしいですね、マジでうまい。シックルから捕まえていく、裏回って、さすがに有利なんじゃない、分かんない、これ意味マジで分かんないですよ、まあ、よく分からんけど勝ってるみたいな。レガシーからまだ残るが、最後はジャンプしたティ、さあまたもやフルランド、しっくりうまい、後ろ D を前歩きでしっかりよくできますね。これ早めにバースト、ジャンプ D はとがめていく、集団タック、あばれが通らない位置でめくる立ちリート、なるほど、く投げ通して、うわカンちゃんで突っ込んでくる、いやーきちい、うわうわー死にますね、いやまだ分からないよ、ただこくし、さあこれでリーチをかけていく真珠さん、2対4、見ていきましょう、7試合目、ジャンプ B カウンター、おそらく今のバーストを一瞬読んでいたんでしょう、下棒はギリギリ当たらないが、バックステップをしっかりしゃがみ絵で刈り取り、前で崩してラピッドキャンセル、コンボをつなぐ、さあリーチをかける、信じる位置、立ち入りでしゃがみ D を止めて、しゃがみ A からシュは当たらないがダメージは十分奪えている、しゃがみで割り込みを潰す、惜しい、いやこの微妙な間合いの連チャンはくぐりたいんですけど難しいですよね、連チャンからカンちゃんつないで、しゃがみ D で前ジャンプを捕まえる、立ち D で着地を捕まえ、いやー間に合わない、しゃがみ D おふれおまい、ジャンプで空対空からしっかりつないで勝っていくのは真珠さん、というわけでお寺さん対真珠さんの組み合わせ2対5で勝っていくのは真珠さんとなります、おめでとうございます。